三角形の面積は底辺×高さる ÷2 です。すなわち三角形 abc="c×bsin a÷2",=2 分の 1bcsin a です。これは底辺が a または b でも同様ですから三角形 abc="2 分の 1bcsin a",=2 分の 1casin b",=2 分の 1absin c です。第二予言定理より A2 イコール B2 足す c 2く2 b c c o s a です。故に cosA イ,イコール 2BC 分の B2 プラス C2 乗マイナス A2 です。sin2A 足す cos2A イコール1です。また三角形の内角は180度よりも小さいので0小なり A 小なり π すなわち s i n a 大なり0です。ここからヘロンの公式を導きます。x 二乗マイナス y 二乗イコール x+yx-y の因数分解の公式を何度も使えば導けます。三角形 abc イコール1 2分の 1bcsina イ,イコール1 2分の 1bc ルート1 5 s i n 2乗 a ここに、えー、予言定理の公式を代入して 計算すると下から4行目ルート2分の a たす b たす c かける2分のマイナス a たす b たす c かける2分の a マイナス b たす c かける2分の a プラス b く c になります 2s イコール a たす b たす c すなわち s イコール2分の a たす b たす c と置けば 三角形 abc イコールルート ss 引く as 引く bs 引く c です。これがヘロンの公式です。例、三辺の長さが345の三角形の面積をヘロンの公式を使って求めます。s イコール2分の3たす4たす5イコール6なので、 ラージエスイコールルート6、6-3、6-4、6-5、イコールルート 6×3×2×1、イコール6です。ヘロンの公式を使えば、誰でも答えは出ます。公式を暗記して代入するだけなので、頭が良くなくてもできます。しかし、数学の先生は性格が悪いに決まっていますから、そうはさせません。実際問題として、計算の過程を見たいので、 1. 1コサイン A を求めよう。2. サイン A を求めよう。3. 三角形の面積を求めよ。うとやりがちです。そういう性格の悪い数学の先生にも合わせていかなければなりません。1. コサイン A 2BC 分の B2 乗たす G2 乗 -A2 乗に代入して計算すると5分の4となります。 2a=√2−5sin2 ールルー乗 a に代入して計算すると5分の3となります 3s=2 分の 1bcsina に代入して計算すると6となりますこういうふうに問題を作った方が明らかに部分点がつきやすいからそうするのです。